恋愛オワコンとかって言わないと死んじゃうんでしょ、うん、恋愛やってこうよ。グラビ覗き穴、さあ始まりました、山田玲二とバグラビッツ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつどこでこの番組を聞いてくれているんでしょうか。漫画家の山田玲二です。そしてアシスタントを務めてくれるのは伊沢恵美子と俳優の伊沢恵美子です。この番組山田玲二とバグラビッツは恋愛大肯定プログラム、ありとあらゆる恋愛する人たちみんなを応援しちゃう番組です。はい、それでは伊沢さん早速トークテーマをお願いします。はい、今回のテーマは機動戦士ガンダム彗星の魔女パート2。はい、毎回トークテーマを設けてバグった恋愛を分析することでバグラビッツの恋愛をデバッグするヒントを探っていきます。はい、今回も機動戦士ガンダムシリーズ最新作、はい、テレビシリーズ初の女性主人公で学園ものという機動戦士ガンダム彗星の魔女をピックアップ、はいはい、現在シーズン2 シーズン2が放送中のややこしい注目作をバグラビ的に考察しておりますが、はい、今日はねファーストガンダムが登場した時にどういうショックがあったのかって話なんだけど、それ以前のアニメの話しないとダメだよね。富野さん自身はあの人文学青年で小説家になりたかった人なんだよね。まあ、あの段階世代だから就職できなくて拾ってくれたところがアニメ会社だったの、たまたま。しかもそれ虫プロなんだよね。だ手塚先生の弟子なんだよねあの人ね。で手塚先生は社会派だからね。ただ手塚先生の社会派はまだ甘いと、手塚先生よりももっと過激なことをやろうとして、まあまあまあ、手塚先生の海のトリトンっていうのを自分のトリトンにしちゃったの勝手に。えだから海のトリトン富のトリトンになっちゃった。えそう、手塚先生のだと手塚先生あれ僕あのアニメは僕のじゃないですって言ってはっきり言ってるからちょイラッとしたんだと思う。そういう私見てた海のトリトン、そうそうそう、ゴーゴートリトンの、うん、あれはだから富野さんが作ってる。えやばい、でそれで結構さ飛びるじるでやられてます。その後もライディーンとかいろんな作品やりつつガンダムにたどり着いてるん でしかもそこで対立構造にあったのがあのマジンガ Z、 おあれがその70年代出てきて黄金時代を作るわけ、そのスーパーロボットものっていうか、うんうん、そのジャイアントロボット鉄人28号とかあの辺の系譜で現れたロボットは操縦するもんじゃなくて乗っちゃえっていうのが始まるの。マジンガ Z とか最初ロボットは操縦してたの、そうそう、あの、うんうん、操縦巨大なロボットを少年が操縦してるのが鉄人28号なの、うん、うん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 、してるしてるでしょ、分かった、リモコンじゃん、はい、で一緒の方向見てたもんだ、そうそうそう、でアトムちっちゃいじゃん、アトムちっちゃい、ちっちゃいロボットに乗るって発想なかったの、はいはいはい、それを永井豪先生が乗っちゃおうってやって、しかも乗るのをすごく分かりやすく小型 そのヘリコプターみたいなものに乗った主人公がその巨大ロボットの頭の部分にガチャンってこう合体するって男の子大好きなやつ、わーすごい、それでマジンガ Z ブームっていうのは大ブームで来る、うん、だけど富野さんってあの海外の SF とかすごく詳しいわけだよね、うん、であっちの影響があって、うん、あの実際にあんなものあったらダメだろうって、その不可能じゃないかって、すごく整合性とかリアリズムにこだわる人なんだね富野さん。で実際の戦争でああいったものを作るとするならば、はいはい、地上じゃ使えないだろう、じゃあ宇宙でどうなんだ、はいはい、そういう発想になるわけ。なるほど。で、足なんかいらないとかそういう有名な話ですね。で、ガンダムっていうのは戦車と同じものなんだね、うんうん、だから最初にそのアムロが、うん、ガンダムが落ちてる、はい、地上に寝っ転がって隠してあるガンダムが、はい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 、それを見ちゃう、シートがかぶせた、うん、そのシートをめくると、うん、巨大ロボットがあって、うん、なんだこれ、うん、で敵に襲われそうだから、うん、慌ててコックピットを乗り込んで、うん、そこに分厚い説明書があるんだよ、うん、それを見ながら、はい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 、ガンダムを起こすっていうこのリアリティっていうのは、はいはいはい、今までなんか知らないけど博士俺乗りますゴーみたいなさ、確かに全部そういうのなしだったやつが、はいはいはい、あるんじゃないかっていう、その当時の少年はたまんなかったんだよ、こいつ動くぞって死ぬまで言うよ、はいはいはい、あいつらまあ動かなくなるまで、そうで、これを作ったのが実はそのお父さんティム・レイっていう、でそのティム・レイは頭おかしくなっちゃってるのね、うんうん、そのハードワークで、うん、でこれがその日本の海外その企業がね海外でその大活躍してる時代だったから、
働きすぎてたんで、過労死、そして家に帰ってこない、当然家庭は崩壊する、でお母さんおかしくなる、お母さん別の男となんか出会ったりとかしてる、全部ガンダム出てくる。アムロさんはそんな家庭環境で育ってる、お父さん壊れちゃってる、こんなんさ絶対さマジンガー Z 出てこない、ね、マジンガーそう、少年のリアルなあの不満とか、家族に対する苛立ちとか、そういうの全部出したんだよね。わ、最大のポイントは、ガンダムがラブコメだってことなんだよ。とにかく恋愛ばっかしてんの、戦争なのに。ああそっか、あの悲しいけどこれ戦争なのよねって有名なセリフがありますけど、セレカーさん、これもあの恋愛しながら言ってますよね、戦争中に。これ未来さんって方に、まあ、言うわけですよ。これだから本当に同時にラブロマンスの要素がすごく強くて、ガンダムって。でしかもね、ホワイトベースっていう小さな船がありまして、そこに大人たちはもうみんな戦いに行ってたくさん死んじゃってるから、もう若者でしかいないというか、その人材が、だからそこでリーダーがまだ19歳の、あのブライトさんっていう、人っていうか、見えないよね、見えないよね見えないけど、そこで若者たちだけしかいない、これどうなるかというと、大学のサークルと同じやだそうだ、ね、やだ。でそこに結局戦いながら未来さんの方チラチラ見てるブライトさんみたいな、あーなんかあったかも。で未来さんは、そのゼーカーさん好きだからみたいな、じゃあちょっと俺は行くべきじゃないかなみたいな、そういうなんかぐじぐじした恋愛模様っていうのが次から次へと、そんなに確かにあった。つまり戦争しながらラブコメっていうの、つまり相乗りなんですよ。やだ。そこにそこにさ、マチルダさんとかさ、素敵な お姉さん、だお姉さんが充実してるの、セイラさん、お姉さんが充実、そうだ、少年としては、素敵なお姉さん次から次へと、現れるわけだから、まあ坊やねなんて言われちゃうから、僕は坊やじゃないやみたいなさ、そんなさ、それをさ坊やたちがさアニメで見ながらさ、ワクワクするよね、そりゃマチルダさんって、やばい、全然そんな感じで見てなかった。そうなんですよ。でそこで先週伊沢さんが言ってた波紋登場なんですよ。はい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 、はい、つまりそのフラウボーは幼馴染、女として魅力はない、でもマチルダさん素敵、セイラさん素敵、だけど僕にはちょっとまだっていうような時に、あの波紋さんっていう素敵な女性に出会っちゃうこの人がその、まあ、いわゆるランバラルっていう敵の、ボスの、内縁の妻ややこしい、めっちゃ笑ったもん、なんか分かんないけど、これを持ち込んでくるのが富野ロマンなわけなんとも子供向けじゃないの、大人の事情を子供にぶつけていくそれが富野ロマン、内縁の妻、ね、内縁の妻ってどういうことって雑誌だからやばえ、涙出るでしょ、面白すぎるそうなんだよね、やばそれでやっべ、大人の恋愛やべーって思ったのが、だから今の40代後半ぐらいの人たち6でもねえよそれは6でもねえよ、しかもエロいんですよ伊沢さん意味もなくシャワーシーンやってるわけで、すごい裸になるじゃん、それとあとシャア・アズナブルのダンディズムみたいな、孤独なかっこいい男、モテる、スケベですこの人、でララーとか女連れてます、みたいな、でそのララーと会ったこともないのに心を通わせてるアムロ、などういうことこれみたいなだからハンセンテーマのモチーフと、まあ、いろんなその社会の問題、社会派の問題いっぱい詰め込みながら、何を見てるかっていうとラブコメ、わとガンダム あのモビルスーツのかっこよさってやつ、これ来週話します。そっか、はい、私もだからやっぱりそっち見とけばよかったですね、ママレードボーイだと思って見ればよかったあ、そう、多分そうですそっちです、ママレードガンダムだと思って見ればそっちで、この系譜を引き継いでるから彗星も恋愛してますよね、ただ病んでるんです。本当にファーストガンダムのあのなんつうかな、まだこうフレッシュなウブな感じっていうのと彗星比較すると本当に擦れてますからね、彗星の方がね、名門校の生意気なガキみたいな感じになっちゃってて、今っぽく、まあ、それを演出してる部分はある、今はどうなんだろうって考えて作ってるんだろうなと思いますけどね。じゃあ今週はこの辺りにしておいて、来週は、はい、メーカーとガンプラの話をしようか、ガンダムといえばガンプラなんでね、プラモデルとしてのガンダムの話から、ついていけるかしら、私ついていけるかしら、ついてきてください